経営学、時事解説、人材育成、ビジネスメソッドをあなたに届ける新時代ストラテジーチャンネル。はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は情報システムの応用ソフトというテーマでやっていきたいと思います。はい、なぜ情報システムを学ぶのかということなんですけど、常に進化し続ける情報システムの基礎基本を学ぶことは、これから伸び続けるインターネット業界でさらに大きな成功をするために強力な知識の武器となるからということですね。はい、そして情報技術の全体像ということなんですけど、パソコン、スマートフォンなどがありますということです。そしてパソコン、スマートフォンなどはハードウェアとソフトウェアですね。ハードウェアっていうのは機械そのもの、ソフトウェアっていうのはその機械の中に入っている無形のプログラムですね。はい、そのパソコン、スマートフォンからデータがルーターを経由してプロバイダーを経由してインターネットに接続するということですね。そしてそのインターネット上にあるデータの中から自分が知りたい情報っていうのがデータベースから引っ張られてきて、インターネットを経由してプロバイダー、ルーター、そして自分が持っているパソコン、スマートフォンにデータが返ってくるということですよね。これが情報技術の全体像ということになります。はい、で今ソフトウェアっていうのをやってるんですけど、形がない情報処理の手順や命令などのことで、命令の集まりであるコンピュータープログラムとほぼ同じ意味になるということですね。でソフトウェアっていうのは大きく分けると2つに分かれますということです。1つは基本ソフトウェアですね。もう1つは応用ソフトウェアということになります。基本ソフトウェアっていうのは、ありとあらゆる、プログラムに影響を与えるような、その OS ですね、オペレーションシステムや、サービスプログラムなどですね、こういったものを基本ソフトウェアというふうに言うということですね。でその基本ソフトウェアを、土台としながら、ある特定の目的に使われるソフトのことを応用ソフトウェアといって、具体的には文書作成ソフトや表計算ソフトですね、こういったものが入るということになります。はい、ということで今回は応用ソフトウェアということなんですけど、別名アプリケーションソフトウェアとも言われますということですね。いわゆるアプリって呼ばれているのは応用ソフトウェアのことをアプリというふうに言ってるわけですね。特定の目的のために設計されたソフトウェアですと。で基本ソフトウェアの機能を呼び出しながら処理を実行しますと。基本ソフトウェア OS っていうのが土台にあって、その機能を使いながら個別、特定個別の処理を行うということですね。はい、具体的には文章作成ソフトをですね、Windows で動く Word とかですね、もしくは表計算ソフト Excel とか、もしくはプレゼンテーションソフトですね、PowerPoint とか、もしくは給与計算ソフト、販売管理ソフトということで、ほぼ無限に、あるソフトウェアということになります。基本ソフトウェアの方は結構ね、大きく Windows と Mac みたいな感じで、数がすごくこう絞られる、いわゆるこう勝ち負けっていうのがはっきりしてますけど、応用ソフトウェアっていうのは常に増え続けてる。そのパソコンにしても、携帯スマホにしても、応用ソフトウェア、アプリケーションソフトウェアの方はもうね、ありとあらゆるところで、開発が行われ続けていて、常に増え続けている、ほぼ無限に増え続けている、ソフトということになります。私たちが日常よく使っている文書作成、表計算、その他ですね、の、応用ソフトウェアのことを、アプリケーションソフトウェアとも言うというお話になります。はい、今回の動画ですね、あなたお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、4つの無料プレゼントというご案内をさせていただいています。なので、ぜひこの機会に4つの無料プレゼントをメルマガ登録の上、すべてお受け取りいただければと思います。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。